今日は2019年4月25日1時39分ですね。今日の朝日新聞の一面には面白いことが書いてありまして、テロ対策施設、これ原発に対する、原発の中にね、こういうテロ対策施設というものを設置することに、昔から決まってるんですね。2011年の福島原発以降にそういう、施設を作る。私初めて聞いたね、この言葉自体をね。まあ九州の子供たちの林言葉、林歌で初めて聞いた、今日聞いた、明日誰かに言うちゃろうって言うんだけども、私これを初めて聞いた人は私だけかね。昨日ニュースで、ちょっとやりましたね、どっかのニュースで言ってこういう風になりましたって言ったんだけど、今朝の私は朝から各チャンネル、 NHK テレビ朝日、それからフジテレビですか、4つのチャンネルコロ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 回してみたけど、どこもこのことに触れないよね。で、この、これまでにですよ、このテロ対策施設がどうだらこうだらっていう議論を聞いたことがある人はどれぐらいいるかしらね。だから原発の中に、原発に対してテロ攻撃があったときに、原発が暴走しないように施設が義務付けられているんだね。で、何年か以内に作らないと、それはもうその施設は運転を停止しなきゃいけないっていうルールがあって、その期限が近づいてますよ、いくつの原発はもう止めなきゃいけなくなりますよという話なんだけれどもですよ、問題はそういう施設のことが今まで議論されたことを一般の国民は知っていますか、マスコミでそのことを議論したことがありますか、そのテロ対策施設というものは有効なんですかという話が全然議論されていない。聞いたことない。いいや、田中お前が悪いんだ、そのことはとっくの昔にみんなが議論して、おう、学校悪いかも、帰るのか、1年になったばっかり、そっか、勉強も白いか、なんだそれ、学校でそんなことやるのか、あ、お花くれるの、ありがとね、ひなぎくん、かわいいお花、おい、それはなんていうお花か知ってる、赤いの、それはツツジと言います、ツツジ、今からいっぱい咲きます、あちこちで綺麗だよ、この中にあるよ、今からいっぱい咲いて綺麗になるよ、そうだね、はい、おじさん今ねお話ししてるからね、またね、はい、帰ってね、バイバイ。女の子からひなぎくをもらいましたけども、ちなみにこのテロ対策施設というのはどんなものかというとですね、非常時に遠隔操作で原子炉に注水し冷却を続けるための施設で、原子炉建屋からだいたい100メートルぐらい離れたところにポンプがあって、水源、海からの水を汲み上げて、それでそこのポンプで電子炉建て屋に、水を供給しますよと。お、タンポポじゃん、それ。これタンポポな。はい、はい、はい、ありがとうね。はい、これ見て知ってる？ふーって吹くと飛んでいくんだよ。見てごらん。吹いてんのか、風の音がこっちに流れてる、私たらね、私たら自分で吹いて、吹いてみ、ふーって吹くと飛ぶよ、吹いて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 、これどうなるか知ってる、これずっと飛んでいってな、で、これ種なんだよ、これそれで、もしですよ、面白いことが書いてるんだよね、そもそもこの建屋を作ることになった前提が、
意図的な航空機の衝突など、もうまだ来るのはいはいはい、どうしましょうね、はい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 、あ、映ってる、そっちに、はい、カメラに映ってる、意図的な航空機の衝突など 発生のリスクは極めて低いが、ね、意図的な航空機の衝突は、こういう発生のリスクが極めて低いんですよ。深刻な影響を受ける事態に備えて新たに設置が義務付けられましたってんだね。しかしね、その航空機のテロというのが極めて発生のリスクが低いという根拠は何なのかというんですよ。忘れてるわけじゃないと思いますけど、2001年9月11日にどういうことが起きましたか。アメリカに4機の飛行機がハイジャックされて、そのうち2機はワールドトレードセンターという高層ビルに突っ込んで、2つのビルは崩壊してしまいました。もう1つはペンタゴンに突っ込みました。そして残る1機は乗客がそのテロリストからその飛行機を奪還したんだけども、結局墜落して合計で2996人死にましたという事件があったんだよね。わずか20年足らず、十何年前にですよ、航空機を誰かが乗っ取って非常に重要な施設に突っ込んで3000人近くの人が死んだという事件がありながらですよ、意図的な航空機の衝突など発生のリスクは極めて低いという言い切っちゃうというね。何万年に1回の火山の大噴火とどっちが可能性が高いですか。もう天文学的数字の違いがあるじゃないですか。にもかかわらず、まあこれを言ってる原作、規制委員会ですかね、規制委員会だけではなく国民の多くがそういうふうに思ってんだね。誰かが飛行機に乗っ取って、突っ込むようなリスクは極めて低い。だからこの航空機を乗っ取るだけじゃないですよ。ミサイルを直接ぶち込むかもしれない。キム・ジョンウンさんはもうぶち込めません。それからアルカイダはまだ潰れたかと思ったら潰れてなかった。それで人を殺すようなテロをいっぱいやってるし、相当規模のでかいテロもやってんだけど、原発は狙いませんね。オウム真理教のような宗教団体、新興宗教をやってるようなグループは世界中にいっぱいあって、ハルマゲドンを信じて自分たちが、あ、ご苦労さんです、お、今日はしっかり歩いてるじゃないですかそういう心配はする必要ない、そうみんなが思い込んでいるということ自体ね。しかしね、思うと世界中の人たちがこのようにこの問題について議論しなくていい、考えなくていいというふうに考えていること自体が、私はですよ、非常に重要な問題、深刻な問題だというふうに考えている。最近ね、原発がどうだらこうだらということ以上に、この世界中の人たちのマインドコントロール状態の方が深刻な問題だ、そう指摘されても、そういえばそうだよなと誰も言わないよね。で、ごく一部の人たちがそういう状態になっているんじゃなくて、まあお前が頭がおかしいんだって言われればそれまでですけどね、私以外の人は誰もこのことを深刻に考えて、確かにね、少数の人は田中の言うことは本当だという、私のお友達なんかで言ってくれる人もいますよ。しかしね、非常に知性のある反権力の民主主義を守ろうとする人たちがたくさん私の知り合いの中にいる中で、確かに田中さんが言うようにこの問題は重要だよな、みんなで何とかしなきゃいけないような、ぼんやり待ってるような状況ではないよなという人は一人もいない。自分から言ってくる人はいないよね。これは一体なぜなのかということが私は重要な問題だと思いますけれども、これが起きたら人類が滅亡するというふうに、まあ、考えないんだね。まあ、人類が滅亡してもいいのかもしれないけどね、ここまで私何回か言ったけども、ここまで人類が進化してきて、もうこんなに便利な世の中というのは人類の歴史の中でですよ、ない。自分が好きなだけ好きなものを食べられて、行きたいところに行って知りたい情報がいつでも知ることができて、もう人類がこれまで
今生きてる人口の何億倍何兆倍というふうに生まれてる足に生まれてる足にした中でこんなハッピーな生活を送ることができる人たちは我々だけですよ。ここまで上り詰めた人類というものはもうこれはもう人類の頂点であって、神様はここで終わりにしましょうと考えているのかもしれないなと思いますけどね。だからその人類の頭の中に組み込まれた自滅のプログラムというのが作動していて、それはみんなを止めようとしないのかな。唯一ですよ、安心できることがあるとすれば、このテロを起こすような人たちも同じようにこの原発にテロ攻撃するということを思いつかない、そういう発想に至らない。原発はテロ攻撃の対象としては考えないというふうに頭の中が動いていれば、まあ確かにですよ、そんなに心配しなくていいんだろうという話になりますけどね。まあ私には分かりませんがね。そういうことです。でもテロ対策施設というのがあってですよ、こんなもんで、まあないよりましたね、これはね、ないよりましという程度、わずか原子炉建屋から100メーターしか離れてない。で、原子炉建屋に飛行機が落っこっても100メーター離れていれば、この緊急時制御室っていうのは壊れませんって話なんだね。で、飛行機が2機突っ込んで、もう1機がこっちに突っ込むまつくと同じことも考えません。もう飛行機が突っ込むんじゃなくて、ミサイルで攻撃するときなんかもこんなものを含めて全部、九州弁、それこそ九州弁で言えば、ちゃんちゃかんに、この辺り一体みんなぶっ壊しちゃうわけですよ。中央制御室、台湾室、そして、タービン室ね、そしてこの緊急制御室、たった100メーターしか離れてないんだから、ついでに攻撃すればいいだけですよな。そして問題は、使用済み核燃料プール、ここをボッカーンとやられて、この緊急制御室というのは、これ核燃料プールがボッカーンとやられたときに対応できると思えないの、こんなもんね。原子炉建屋を冷やすだけだから。原子炉に注水して冷却を続ける。非常にいい加減なもんですよ。で、こんなもんで本当にあらゆるテロ攻撃に対して対応できるんですかということを誰も議論しませんでした。今までこういうものがあるということすら誰も疑問にしませんでした。あるいは知らないのは田中だけで、みんなは知ってましたという話になりますかねという話ですけどね、ということです。九州の林言葉、初めて聞いた、今日聞いた、明日誰かに言うちゃろう、まあ初めて聞いたのは昨日ですけどもね、ということです。
ということで今日お送りしておきます。